みたいな。どっち来たの？どっち来たの？うん、そうだよ。え？うん、一回じゃん、だから。いや、言ったやん、だってさっき。つまんないもん、なんもないやん。ね、急にさっきからさっきまでさなんかさしてたくせにさ私練習してましたっぴりやめてもらっていいですかね腹立つねえ嘘ねなんでやってなかったじゃんさっきまで皆さんこんばんはこんにちはこんにちはでしょどう考えてもこんにちはでしょ何そういうこと言うのもうグッドエブリン皆さんこんにちは SK48 救急研究生高校2年生17歳愛知県出身のなんで川島の配信見てくんないのみはるんこと川島みはるでロングトーン中坂が反抗期中坂が反抗期本当なんか中ちゃんが最近すごい川島さんのことをなんかすごいバカにしてきてすごい精神的にピエンって感じ中ちゃんを見て嫌だねあ嫌だって嫌な子はそんな強引に嫌な子を連れてきたりなんてしないよ入ってこなくて大丈夫だ嫌なんだもんねバイ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 1ミリも映ってないよいいことね1ミリも映ってないよコメント欄にいるのも通報するよシー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 って言ったそんなことやってないそれは違うよなんでそういうこと言うのなんでうさぎさんみたいじゃんほんと通報するよなんで通報しようかな、うさぎおいしいねうさぎおいしいではないからそうなの、うん、うさぎおいしいねおいしい、うん、あ、追いますみたいな初耳学に認定します中坂さんの初耳学の多分ねハードルめちゃくちゃ低いねえそんな治安の悪いこと使わないでよねえ本当に通報するよ入らない、うん、通報するよ本当に入ったちょっとうるさいからなこの人自体を通報したい中ちゃんとコメント連番したら間違えて通報されそうだなってきたんだけどうん、大丈夫ちゃんと名前確認して中坂美優って書いてあったじゃあ名前変えよううんじゃあ今のうち先に通報しとくわ先に通報しとくねあいたはい通報怖いよ通報しなきゃ嵐本当に通報していい？ダメだよ。え変わってない名前。名前変わってる、うん。名前変わってるよ。変わってる？うん。名前変わってるからなんか余計になんかかわいそう。じゃあアバターお着替えしてくる。めっちゃタヌキチはあれなんかあれみたい。動物の名前みたい。分かった。じゃあどのアバターにしたらいいと思う？タヌキ。タヌなんでタヌキチダメとか言ったくせに。夏よ僕のため急いでくれ青い海が待ちきれない、大好きこの歌この曲さガールズエキスポでやるかなって思ってさ、うん、あのセットリスト来る前にさやっといたら川島本当にもう絶対なんか何みんなさなんか先にさ予想できた方がさ練習できるじゃんめっちゃさ自信満々に絶対やると思って、うん、やったら練習してたらやんなかった悲しいよね本当
やば、ぴょん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 ちょぴょんぴょんちゃんぴょんぴょんちゃんぴょんぴょんちゃんでしょアバターも変えたよ。あ、そういえば誰も気づいてないんですけど前髪切りました。めっちゃ変わったくない？赤坂も前髪切りたい願望。そう、前髪切ったんです。なんで切ったかっていうと邪魔だったから。違う、前髪を前髪を変えたい。すいたらなんかさ、すいたらギザギザにならん？なんかここだけをこうするみたいな。え、だからこれでしょ、川島がよくやるやつでしょ。それ可愛いと思う。これでしょ、こうやって上だけこうやってやると思う。そう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 。なんかさ、それができる髪の毛の長さじゃないんだよね。え、本当だ。でもさ、ここの余計なケースを今剃ったら可愛い。はい、はあ、なんでため息ついてんの？幸せ逃げるよ。つっといて、もっと。あ、でもやばい、ウイルスしちゃう。中坂がインフルエンザのウイルス持ってる。持ってないわ。私のクラス一人しか出てないし、インフル。すごくない？一人って。それが中坂なんでしょ。違うわ。ね、豚のアバターない？買う？アバターショップで買う？買わないよ。ハート型ウイルスください、だって。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。ハートなかちゃん。考えてしまう。え、なんか幸薄いよな、ほんと顔が。どうしたらいい？幸が薄い顔をやめたいんですよ。どうしたらいいんですか？やっぱメイクを濃くする。え、豚さんになってる。買った？買ったんですか先生？買ってないです。赤坂先生、買われたんですか？買ってないです。え、中学生課金したんですか？あれ、何ですか？名前変わってる？ぴょんぴょん？ぴょんぴょんになってる？ぴょんぴょんじゃん。ぴょんぴょんじゃん。ぴょんぴょんじゃん。え、じゃあ変える。ぴょんぴょんじゃん。ぴょんぴょんじゃん。ぴょんぴょんになってるって。うん。変わった？え、バイバイ。バイバイ。なんかあれだね、なんかタヌキになってウサギになって急になんか豚、自分豚キャラだったって思い出したんでしょ。でもやっぱチュマタンが好き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 。あ、ありがとうございます。レインボー1個投げとく。ありがとうございます。ありがとうございます。レインボー1個投げとく。いらっしゃいませね。え、いらっしゃいませ。いらない、投げない。いらっしゃいませ。投げないからね。うん、豚キャラってひどいって書かれてる。なんで自分が言ってるんだよ。キャラじゃないもん。ピエン。ねえ、やだ、シャツ見えてる。ほんと恥ずかしいよ。でかい、でかい。でってーってるでーって。あ、何？私綺麗かわいい。今度ハムスター買うんだけど、川島って名前にしていい？やだ、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 ちまちゃんにして。ちまたにえんがいいと思います。ちまたにえんはほんとやばたにえんだよ。それはやばたにえんだよ、ほんと。写真撮ろうとしなくていいからね。すごい、見て。ねえ、見て、ここここここキスマークついてんだけど。よかったね、仏スマイル。よかったね。もういいや、撮らなくて。タピオカメラマイナス1。プラス1が欲しい。そしたらもうめっちゃタピオカ。そう、もうタピオカ王国のお姫様になりたい。え、そういうキャラで行くんですか？違います。大丈夫、豚キャラやめるの？大丈夫。やめません。みはるのほっぺをつねる。じゃあつねります。あ、倒れちゃうんでやめてもらってもいいですか？ちまちゃん、ここだけの話、からあげ納豆ってどうですか？本当に気持ち悪い。
食べれないんで、みんな納豆嫌いだから。本当にその話するだけで本当にね、あのね、すごくね気持ちがねブルーになるからね、もうね中坂を見るためにね唐揚げ納豆を思い出してね気持ちが。中坂の携帯を使って今から大富豪をします。いいよ。本当？中坂の携帯で受動してあげよう。嬉しいだろうな。おちょっとって言ってあげるから大丈夫。皆さんにももらいます。その帰り中坂のメールを登録してください。中坂のねこのスマホケースね、なんか磁石式でなんか閉まる手帳型なんですけど、なんか表側の磁石より裏側の磁石が強すぎて、なんかこれパタンってやったら一生開かなくなるのに、表側だとすぐ開くの。そう、意味ない。そう、後ろに磁石ついてんの。だからあの一回なんか開いて後ろにパタンってしちゃったらもう一生開かないの、このスマホ。勝手に設定とか全部変えるね、スマホの。恐怖じゃん。あのフェイス ID 川島にしとくから。川島の生写真をご購入いただいたら中坂さんのスマホが開けられるようにしてあげる。え、生写真で開くもんなのかな。開くでしょ。開かないのかな。やってみようよって言いたいところだけど生写真がない。じゃあもうこれフェイス ID リカさんにするしかない。今すぐ実験するんだったらリカさんにするしかないじゃん。まださ、そういえばそういうとこあるよね、買ってないんだよね。早く買ってよ。買わなきゃ。開封した？うん。聞いて、フラストレーションも4枚買ったじゃん、うん、フラストレーションで出た4枚と4枚のうち3枚が今回そういうとこあるんで同じ人が出た。強すぎ。カノさんとミナルンさんとシャキさん。うーん、すごくない？すごい。あ、いろんな角度で顔登録するから、だからリカさん立体で増えるんだから、先にリカさんにやってくださいって言ってやってもらって、で開けるときはあのリカさんの写真でできるかなって話。そういうことだよね。そうすればいけるよね。それか携帯の写真でいけるかみたいな。あー、中坂の写真こうやってやっといて、ノーマルカメラで写真撮れないから無理だ。まばたきしないと開かない。そうなの。だから川島一緒開かないの。そんなわけない。川島のね、そんな実際に壊れたから。そんなバカなバカなバカ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 な。そうか、写真なくセキュリティ怖いってね。確かに写真撮らなくていいからね。撮ってないよ。動画でしょ。うん。一生上がらないからこの動画。え、今日のチマンのさ服可愛いと思うファンの人手挙げて。この服で都会を歩いてきた。いいな。今日こんなんかさ、あの夢の国のキャラクターのさ、あのお姫様系のシリーズにいそうなやつ。何言ってんの本当に。の色が、あのリンゴ食べそうな色です。それさ、トゥムトゥムに影響されすぎじゃない。トゥムトゥムに、あ、はいっていっぱい手あげてる。握手券追加しといたよ。だってありがとうございます、ありがとうございます。何中坂さん、ちまたんをもっともっと評価してあげてください。誰なの。それで自分の株を上げるでしょ。そんなんじゃないからね。なみつむつむつむじゃないの。つむつむ、めっちゃお腹鳴ってる人がいる。つむつむだよ。つむつむ、カチマの大好きなリンゴ、ゴリラ、ラッパ、パンダ、ダ大好きだの。の。のっぺらぼう。え。ウルトラの母。違う、そこは生まれて初めてっていうものが。でも歌ったらの、あ、そっち、そっち、あっちがの歌。歌えっていうことか。でも
生まれて初めてもうどうかしらって手をつなぎながらラはむずいね。ライターは？うん、これさ、運がつきそうな時さ、チャッカマンとか言っちゃったするじゃん。そしたらチャッカマそうって言ったらさ、セーフ。今日はツインテールの日だけど、ポニーテールの日もあるのし、ね、早く言ってよね、私のしりとり続けてよ。タッチ あの役やろ。チーンチーン。今日だけ待って言っていけないってことでしょ、それ。ん？今日だけ待ってたんでしょ。ちょってことでしょ。そんな強引なことしてんの？めっちゃヒントくれてるよ。いや、チマはね、違うんですよ。地球。チャッカマそうって言ったら怒るでしょ。ウルトラの父。わかんない。ウイロエコーくない。今ウの罠にはめたんでしょ。うじゃあ可愛い動画を見せてあげましょう。うなぎ。いぎってむずくない？うん、もう一個思いついてる。牛乳。天才なのかな。じゃあ今から可愛い動画を見せてあげたいと思います。こうやって見せていいと思う。ダメだよダメだよダメだよ、それはダメだよ。本当にダメだよ。じゃあ川島にだけ見せるね。見たもん、それもう見せられたの。何回も長坂が自分が作った動画をひたすら見せてくる。パワハラしてる。かわいい。ウルトラマンの耳。つまんないつまんない。ウルトラマンのさ、なんかさ、シリーズめっちゃ見てたんだけどさ、忘れちゃった。タイガみたいなね。他の見たことないんですか。うなじ、あ、ここじ。情報。あ、ティガだって。ティガだって。ウルトラマンティガ。ティガ？何それ、キラキラしてそう。ガじゃないです。ティガじゃないです。情報なので、あなたウです。ウルトラマンティガ。あ、ガですか。はい。ウルトラセブンが最初に思いついたんだけどさ、ウルトラセブンってさ、ダメだよね。うん、だよね。ウルトラセブソンにするしかない。ガむずいな。キャラクターでオッケー。うん、ウじゃないかね、最後。安心してね、ガンダム。なんで急にやめたの。え、だってガーってなくない。む、あ、ガチョウだって。ガチョウ、そう思った。でも中坂はファンの人の答えは頼りにしない系タイプなんで。なんだっけ、ガンダム。うん、ミのお父さんが好きすぎてめっちゃプラモ持ってる。むーかいさん、好きな食べ物が一番可愛い天使ちゃん。めっちゃコメント欄が。あ、あの、む、なんだっけ。ダメだった。
めっちゃめっちゃずるいこと言おうとした。ダメだった。あ、むる、あの、あれ、でもダメ、人の名前しか出てこないんだよね。いやいや、ムロツヨシさん。うん。あ、でもうんって言っちゃった。うんって言ったね、今シンプルにうんって言ったよね。でも呼び捨ては良くないから、そこはねちゃんと死で終わっとくから。むー、無意識の色。おお。僕たちの無意識は一体何色。さ、向井地美音さんはもう本当にうんだよ。童話がいてもうんになっちゃう。ろろ、6期生さんマジ尊い。尊いよね、それは尊いっけ。ロー、本当になんかもう本当になんか6期生さんってすごいなって思う。毎日はいはい、うん、ロマンスロケット。おお。とトーマス。安直にに安直なやつ。とーとーとー時計今止めんて。え、全部納得しないってことでしょ。あ、あ、強がりの歌詞の一部ですか。はい、時計今止めてでね、オッケー。遠くにいても、はい、遠くにいても、うん、もうせっかく手で思い浮かんだのに。遠くにいても、もう君が今もうもうもう東京もうもう桃から生まれた SK48 で最年少モンゴルルルさんルーなんかさ、ルービックキューブって言いそうだったけど面白くないよね。ルー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 マニア。国から国ですか。アメリカ合衆国。く、川原みずきさん。川原みずきさん。く、木ですか、木ですか。く、待て、クロアチアってめっちゃ書いてある。いや、川島は曲名で返したかった。クークロス。おお、すごいすごい。はい、滑り台からラッパ練習中。う、え、う、好きだ好きだ好きなんだ、本当は何も言えなくて、こんな一つ頼む。なんだっけ、何だった、うん、うだよ。うー、さっきの必要なう返しの返し、返しだよね。うー、うれしいな、楽しいな、みんなのことが愛おしいな。ふう、運転手、運転手。急に普通になったよ。最近 TikTok で何でじゃないですか。運転手、うでしょ。新幹線の、新幹線の運転手になりたいです。新幹線のうー、新幹線のうー、新幹線のうー、新幹線の、新幹線の運転手になりたいです。何笑ってんだよ。くそー、ウィンブルドンへ連れて行って。じゃあそれで、あ、ダメだ、見えてって言いたいの。じゃあうーからうーで終わる言葉探すから、それ言ってね。うー、やだ。じゃあ言っていい、もう手で言うよ。もうあとで手回してあげるから。あのさ、この人さ、あ、なんかしりとりのさ公式サイトみたいなやつからさ引用してるんですけど、ずる。はい。運転手。シュッシュッ。
シュークリームって甘くて美味しいよね。シュークリームって甘くて美味しいよね。シュークリームロケットさん違う。何がいいかな。シュー、はい、シュー、シュタンプ。主観、主観、主観と客観と違うよね。シュノーケル。あ、こういうやつ。シュノーケリング。グ？グ。グ。グ。やってよ。グググググ。え、知ってるの？なんちゃらちえみさんでしょ。え、違うけど、名前違うけど。違う。なんだっけ、でも、よこってやつでしょ。えー、嬉しい。なんか昔めっちゃお笑い芸人の方が好きだった時にスタンプを買ってた。スタンプ買ってたの？すごい、嬉しい。なんかグー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 、知ってるんだ。グロリーデイズ。グーグロリーデイズ。グロリーデイズ。ズーズッキーニあのってさ、スズムシ食べるんだよ。逆だね。そうだよ、スズムシはズッキーニを食べるけど。な、なんて言えばいいんだろうね。ズッキーニを食べるスズムシ。もういいじゃん、いいじゃん。シ？うん。シ。シママになりたいな、なりたいな、なりたいな。